これは4本版、ノーマルのフットロープノット。で、こちらが、裏フットロープノットです。ノーマルの方は結び目の元が開いて、各コードがよれた感じになってますね。その代わり末端の方は、すっと真下に揃って伸びてます。裏番の方は、結びの元がキュッと綺麗に締まってますね。その代わり末端側が、ねじれる方向に伸びてます。簡単なので、場合によって使い分けができるよう、両方一気に紹介します。では、4本版左巻きの作り方です。ラウンドクラウンノットの要領で、各末端をかませていきます。カッコラウンドクラウンノットの詳しい作り方は概要欄リンク。飾り結びといえば、もう見慣れた光景ですね。どの末端からでも良いのですが、この末端から。末端が出てきてる、向こう隣の枠に、下から通します。次は手前のこの末端を、さっき通した枠の手前隣に通します。次の末端も、順次、手前隣に通します。他のコードに惑わされず、必ず一番中心側へ通します。最後の末端も順次、一番中心側へ通していきます。4本とも通し終わったら、すべての末端を揃えてつかみ、引っ張る。結び目をもみもみしながら、末端を1本ずつ、少しずつ締め込んでいってやれば、綺麗に締まります。ノーマルのフットロープノット、完成。このまま裏バージョンへ突入します。結び目を緩めます。この、各アーチ状の部分を、反対側へひっくり返してやります。ある程度雑でも大丈夫ですよ。全部ひっくり返ったら、末端を引っ張って、締め直していきます。裏フットループノット、左巻き4本版の完成です。ここからは右巻き版です。毎度のことながらこれ系の結びは、撮影しながら利き手じゃない方で結ぶのは辛いので、巻き方向のみ逆向きで、ご容赦ください。でも飾り結びという性質上、どちら巻きも作れると便利ですよ。というわけで、右巻きにラウンドクラウンノットの要領で、
角末端を噛ませていきます。本当は小さく作った方がやりやすいのですが、撮影的に見えにくくなるので緩く作ってます。末端が飛び出てる隣の枠の中心部に下から突っ込みます。隣の末端は隣の枠に。その隣の末端も同じように、他のコードに惑わされず、必ず中心側へ突っ込みます。最後の末端も同じように。4本すべて突っ込み終わったら、すべての末端を揃えて掴んで、引っ張ります。結び目をもみもみしながら、少しずつ締めていくのがコツです。これでノーマルバージョン完成です。ではここから、裏バージョンの作り方に入ります。結び目を緩めて、このアーチ部分を、すべて反対向きに返すように。くるりん。これで結び目をもみもみしながら、少しずつ締め込んでいきます。裏フットロープノットの完成です。